はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日は16時にメンテナンスが明けたみたいで、予定はね、17時までだったと思うんですけど、11時から17時までの、まあ、月に1回の大型メンテナンス、ね、大型アップデートの日と思っていたんですけども、ログインしてみたところ、新画社も追加されてなく、そして新イベントもね、なんと追加されていないという、なかなか珍しいメンテ明けですね。まあ14時からのね、通常のメンテナンスの場合だったらこういった日もあったかもしれないんですけども、11時からの長いメンテナンスの日で新イベントが追加されてない、新画社が追加されてないっていうのは結構珍しいかもしれませんね。まあ先行のハサウェイのイベントがね、かなり長い期間で設けられているのと、あとはレードがね、レードがまだ今現在も開催されているというのが影響してる感じですかね。で、ガシャの方はまあ今追加されてませんけど、おそらく日付変わってくるんじゃないですかね。で、あと変わっているところは、まあこの画面からわかるのはグランドアリーナがね、開催されるみたいですね。もう1週間後にしてほしかったなっていう感想なんですけど、はい、ではお知らせの方を見てみましょうかね。いきましょう。はい、というわけで告知が、ダイヤ引き換え除下期間限定でオープン、そしてグランドアリーナ、第12回グランドアリーナについて、戦艦強化フェスティバル、ノーマルカスタムパーツの取り外し無料、ハードミッション消費スタミナ減少、5月19日更新レードウェンピックアップガシャ開催、ルーキー司令が登場、これがちょっと真新しいですね。そして5月19日更新メンテナンスのお知らせ、5月19日水曜日11時から17時で、5月19日更新攻撃型ピックアップガシャ開催までですね。はい、まあ結構告知はあるんですけども、ではとりあえず見ていきましょうか。ダイヤ引き換え所が期間限定でオープン、これはグランドアリーナが開催されるので、 GA 応援パックが発売開始といった感じですね。まあ、いつもあるやつですよね。そしてグランドアリーナ、まあこれもね、いつものグランドアリーナで、今回無印グランドアリーナということで、1日5回戦うのが大変ですね。あとはまあいつもの感じですね。はい、第12回、もう12回目、なるほど。いやー、5回は収録的にも大変なので、どうやってやろうかなって感じですね。はい、そして戦艦強化フェスティバル、まあこれもいつものね、コイン半額ドロップ倍、そして挑戦回数もプラスと、ノーマルカスタムパーツの取り外し無料、はい、これもいつものやつですね。ハードミッション消費スタミナ減少、これもね、スタミナ半分のやつですね。で、5月19日更新レードウェンピックアップガシャ開催、あ、これは終了したっていう告知ですね。で、引き換え所がいつまでですよっていう、そしてルーキー司令が登場、これが新しいですね。はい、司令をクリアすることで報酬を獲得することができます。ルーキー司令は解放権を使用することで解放される特別な司令です。解放権は司令内の司令購入ボタンより購入していただけます。ご購入は一度限りとなります。まあ、プレミアム司令解放権と同じ感じですかね。ただこれは赤字で一度限りとあるので、そしてルーキー、ね、ルーキー司令ということなので、プレイヤーごとに1回のみって感じですかね。今月買ったらもう来月以降は登場しない、そんな指令なのかなと思います。で、開催期間が今日から、そして指令内容がノーマルミッションを3回クリアするダイヤ ×5 機体経験値アップ極大 ×60 デイリーミッションを3回クリアするダイヤ ×5 コイン ×15万万能設計図 ×40 ストーリーミッションを3回クリアするダイヤ ×5 特殊スキルアップ資材 MS×1 特殊改造資材 MS×1アリーナで3回戦うダイヤ ×5 ルーキーガシャチケット ×1 お、これはなんだ、
経験値アップのアイテムを3回使う、3個使う、ダイヤ ×5、星4防衛型、バンシーノルン、デストロイモード覚醒の解放コード ×1、星4妨害排入ガンダムの解放コード ×1、星4支援ナイチンゲルの解放コード ×1、通算で7日ログインするダイヤ ×15、星4防衛型、バンシーノルン、デストロイモード覚醒の超越な歌詞 ×1、星4妨害排入ガンダムの超越な歌詞 ×1、星4支援ナイチンゲルの超越な歌詞 ×1 と、ね、言っておりますね。まあ、達成自体は非常に簡単ですね。うん。そしてルーキーガシャチケットラインナップ一覧。なるほど。選べる星音ガシャチケットって感じですね。はい。結構厳選されております。以上ですね。こちらの指令は初心者の方に向けた指令報酬内容となっておりますが、どなたでもご購入いただけます。指令はご購入後から挑戦が可能ですということで、まあ、始めたばかりの方じゃなくても、ね、もうすでに何年もプレイされてる方でも購入できる、ね、一度限りですが購入できる、そんなルキシレとなっております。はい。で5月19日更新メンテナンスのお知らせ、はい、ね、16時に終わったと。で、来週はいつもの14時から18時のメンテナンスですね。更新内容が新イベントの準備と非常にシンプル。ね。はい。そして最後。まあ、これも終わったやつですね。はい。引き解除が、ね、いつまでですよっていう告知でしたね。はい。まあ一応何個か告知はありますけども、まあ新イベントはとりあえずないといった。ね。レイド、そして戦破砂のイベントを続けていきましょうと。ね。そんな感じですね。で、来週のグランドアリーナに備えましょうと。というわけで、まあ、今日はね、一応大型アップデート的なね、日だとは思っていたんですけども、大型アップデートは実際には行われていないといったね。まあ、世間的にはね、大型アップデートがありましたよね。ガッキーの結婚。ガッキーとゲンさんがね、結婚されたということでおめでとうございます。はい。なのでまあ、で今回のガンオのメンテナンスは実質、ガッキーの結婚のためのメンテナンスでした。はい。そこが大型アップデートでしたね。はい。というわけで、あ、そういえば、情報修正ありましたね。アルパージル。アルパージルの情報修正が、あとありましたね。情報修正前のチェックしていないんですけど、ちょっと見てみましょうか。はい、では、行きます。はい、というわけで、アルパージルの画面にやってきました。僕、あと10枚で星5にできるんですね。ならば、もし、量修正だったら、たら MH チケット使って星上げしようかな。では見てみましょう。はい。まあ、情報修正前のねデータを調べていなかったのであれなんですけども、総戦闘力 11,829、HP43,41、攻撃力2,953、防御力2,967。まあこれがどれぐらい変わったのかはちょっとね把握できていないんですが、MH チャージ6、あ、アルパージルってもともと6だったのか。僕5になっているのは、チャージダウンしたってことですね。はい。で、適正は宇宙が20丸。では、通常必殺から、まあ、簡単にね、簡単に見ていきましょう。あんまり覚えていないので。はい。必殺技、一斉発射、全体攻撃、ビーム属性、ひるみ、ノイズ付与、追撃、ノイズ、自分、命中上昇、軌道上昇。で、何が追加されたのかなんですけども、まあ、軌道上昇はなかったですよね。うん。他はもともとあったのかって感じなんですけど。で、威力8621、発生確率上昇 100%、上昇率 100%、持続時間16秒、発生確率ノイズ不要 90%、効果回数20回、追撃 200%。多分この辺かなり上がってるんでしょうね。威力、確率、上昇率。で、あとは、まあ、回数も、で、追撃のパーセンテージも上がってるんですかね。うん。はい、そして、第1スキル。
攻撃耐性、味方全体ビーム攻撃上昇、ビームダメージ上昇、発生確率 100%、 上昇率 100%、 持続時間12秒。これはかなり修正されたっぽいですけどね、多分ビームダメージ上昇ってなかったんじゃないかな。で、上昇率も 100% なんかなかったですよね。これはかなり超バフですね、味方全体ですし。これはすごい修正な気がする。もともとどれぐらいだ、ビーム攻撃上昇で 30% とかそんなぐらいですかね。はい、そして第2スキルファンネル、ランダム攻撃、ビーム属性ひるみ、ノイズ付与、ノイズ耐性解除、威力5887、発生確率 70%×4 回、効果回数20回。これはノイズ耐性解除が追加されてますよね。うん、で威力とか確率とか回数はどうなのかなって、多分上がってるような、回数はちょっと分かんないですけど、もともと、いやーでも回数も上がってるような気がしますね。15回から20回とか。はい、では第3スキル、優先サイコミュ式メガアーム砲、カウントダウン、後方範囲攻撃、ビーム属性、ビーム防御低下、ノイズ付与、追撃ノイズ、カウントダウンに威力4627、発生確率 80%、 減少率 40%、 持続時間12秒、効果回数10回、追撃 150%。 これはどれが加わったのか修正されたのかちょっと分かんないですが、うん、まあ強化されてるんでしょうね。そして第4スキル、これなんて読むんだ、こう武名が流暢なんだこれは、読めない。カウントダウン、前方範囲攻撃、ビーム属性、ビーム防御低下、ノイズ付与、追撃ノイズ、カウントダウンに威力4345、発生確率 80%、 減少率 40%、 持続時間12秒、効果回数10回、追撃 150%。 まあこれの対になる感じですね。こっちが前方、こっちが後方、あとは同じですね。うん、何が修正されたのかなんですけども、もともとノイズ付与ってこんなにありましたっけ。多分なかった枠があると思うので、ほとんどノイズ付与できる MA になった感じですね。でしかもここだとね、耐性解除もありますし、で追撃とね、多分追撃もそんなになかったような気がするんですけども、うん、もう完全にノイズ MA ね、そんな期待と化しております。はい、まああれですね、ノイズ耐性解除があるといえど、まあ状態上無効をされたら、まあ、結局は何の役にも立たないって感じにはなるんですが、まあ、ノイズさえ入ればすごい強い、そんな MA ですね。ここいいね、これは良修正かなと思います。うん、なのでまあ結局は排入 HWS が点滴といった感じですね。あとはビオコンとかね、うん、まあ、あとは状態上回復か、まあ、この辺ですよね。まあ、星上げするほどではないかな。結局はノイズを入れることができなかったら微妙な MA といった感じなので、まあうん、まあノイズが刺さる相手にならかなり暴れてくれる、そんな印象ですね。というわけで、とりあえず今回のアップデートは以上ですね。はい、あ、最後にルーキー指令の画面実際に行ってみましょうか。はい、というわけでこちらやってきました。ルーキー追加されてますね。プレミアムの横に、ね、ロックかかっております。で指令購入からですね。はい、ルーキー指令はプレミアム指令とは違って現金で490円で購入できる仕様となっております。490円であの内容ならかなり安いですよね。多分かなりお得な指令なんじゃないでしょうか。これはルーキーじゃなくともね、ベテランの方でも多分買ってしまう感じですよね。
まあ、無課金の場合はね手は出せないんですけど、ただ非常にお得な事例かと思います。もっとね、まあ、こういう形でこの辺にねめちゃくちゃお得な事例並べてもいいかもしれませんね。こういうのって他のソシャゲでも結構あるので、こういったのはまあ買う人は買うと思われるので、とりあえずね設置しておくのがいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、できればね、まあ、ダイヤでも手に入るようなそういった、ね、指令もね用意していただけたらなと思います。はい、それでは、今回の動画はこれで以上となります。まあ、今回のね主なアップデートはガッキーの結婚ということで締めたいと思います。ではいかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。